ナポレオン・ボナパルトはフランス革命家、士官として王党派反乱の鎮圧などで名声を得ました。彼はエジプト遠征中急ぎ帰国し、クーデターで統領政府を樹立します。ナポレオンはこの政府の第一統領、次いで終身統領となりました。ちなみにナポレオンが終身統領になる以前にイギリスと締結した条約がアミアンの和訳ですね。彼は1800年マレンゴの戦いに勝って北イタリアを制圧し、1804年には第一帝政を開始しました。これに対して第3回大仏大同盟が結ばれましたが、ナポレオンは1805年にアウステルリッツで同盟軍に勝利しました。翌年彼はライン同盟を結成させ、1807年のアイラウの戦いでプロイセン、ロシア、同盟軍を撃破し、両国との条約を締結しました。1809年には再びオーストリア軍をワグラムの戦いで破り、ナポレオンの大陸支配は絶頂に達します。しかしこの支配は各国の民族意識を目覚めさせ、スペインの反乱やプロイセン改革を生み、ロシアの反抗を招きました。スペインの反乱を描いたスペインのこの時代の代表的画家がゴヤですね。ナポレオンはロシア遠征を試み、ボロディノの戦いで勝利しますが、ロシア軍の抵抗により退却を余儀なくされ大損害を受けました。1813年のライプツヒの戦いにも敗れ、結局退位してエルバ島に流されてしまいました。